部屋を明るくして画面から離れてみてくださいね。この物語は正面しか見えていない元気少年馬神突破が仲間のカードバトラーと共にバトルスピリッツの頂点を目指す物語である。しかしそのためにはこの世のどこかに潜む謎大人と戦い、 X レアカードを手に入れ最強のデッキを作り、宇宙頂点王を倒さねばならない。正面突破で異世界界トータル。今君の目の前に広がる世界へ Let's fly away。 深く息を吸って正面突破、 Go ahead, go ahead、世界へ Let's find a way。 走れ風を切って正面突破、 Go ahead、 どんなピンチもチャンスに変えてしまおう。 Yes, you can do it。 願い叶えたいのなら瞳をそらさずに Go ahead。バトルスピリッツはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。アイドルはマイサンシャイン。さてここでプレゼントのお知らせです。今人気絶頂のアーティストマイサンシャインの全国ツアーがいよいよスタート。今回は抽選で5組10名の皆さんにコンサートの特別チケットをプレゼント。マイサンシャインは子供から大人までもちろんバトスピファンにも大人気ですからね。あ、ひょっとして解説さんも？もちろん。当たっちゃった。あら先生、おはようございます。おはようございます。待ってー。どうしたの？この前はいろいろありがとうございました。あ、いえ、とんでもないです。あら、それって？あ、これ、この前抽選で当たっちゃいまして。うわぁ、これってマイサンシャインのチケットじゃん。マジで、いいのかよ先生。まあ、いいんですか先生。え、あ、やったぞ、見ろよメガネコ、お前大ファンだったよな。でも先生、これって私たちのじゃないんじゃ。何言うんだメガネコ。違う。少年、ちゃんとお礼言う。サンキューな先生。ありがとうございます。F-23。 F-22。F-22 って。あれ、バシン、ストライカー。なんだ、サッカー以外にも興味あんじゃん。お前こそバトスピ命だったはずだろう。確かにバトスピ命だけど、マイサンシャインは別だ。だよな。な、お客様にお知らせします。おお、そろそろ始まるのか。開演の時刻となりましたが、アーティストの都合により遅れております。今しばらくお待ちください。またかよ。マイサンシャインもこんなにたくさんのファンを待たせてしょうがないやつだな。マイサンシャイン
まだかな。ほんとマネージャー泣かせだよ。マイサンシャイン、もう開演時間はとっくに過ぎてるんだけどな。いない。行方不明だってよ、マイサンシャイン。またかよ。いつも本番の大事な時にフラッといなくなっちゃうよな。一体どこ行ってんのやら。あ、行ったから出てきても大丈夫だぜ。あなたも出てきていいわよ、リンク。ああ、もうこの周りの色ダサくて嫌い。ああ、マイサンシャイン、どこへ行ってしまったんだ。お疲れ様です。ああ、お疲れ様です。今の誰だ。まだかよ、マイサンシャイン。なんか超わがままで有名らしいよ。何しろ天才アーティストだもんな。そんなわがままなのか。確かにこんだけ待たされるとそんな気がしてくるな。でも何か事情があるのかもしれないし。待たされた挙句、結局コンサートが中止になったこともあるらしいぞ。マジかよ。よし、バシン、俺が直接言ってきてやる。言うって誰に。決まってるだろ、マイサンシャインだよ。正面突破だ。こら、びっくりした。脅かすなよって。お前来てたのかよ。俺もマイサンシャイン見たいからな。お前もファンなのか。知らないのか。マイサンシャインは子供から動物まで大人気なんだぞ。動物までとは知らなかった。あれはどうした。バトスピやってるじゃん。おい、今はそれよりマイサンシャインを。くー、俺もやりてー。これでどうだ。あらあら、全然わかってないわね。そんな戦い方じゃ予選の突破も無理ね。なんだと。どう、私と勝負してみない。その勝負受けてやる。なんだあいつ。さあ、あなたのターンよ。そっちはスカルデビル、リブリーパー、シャズー、行動済みのボーングラディエーターが2体。こっちはエメラルドシーザー、ショックイーター、ヘラクレスジオが2体。そしてお前のライフは残り3。一気に肩をつけてやるぜ。これで4コアリフレッシュ。ジガワスプを召喚。フーコティガルドを召喚。ターンエンド。次の俺のターンで終わりだ。じゃあ行くわよ。魔界七将デスペラードを召喚。なに !?X レア。リザーブの3コアとスカルデビル、リブリーパー、シャズーのコアを使用。 X レアの効果が発動。各スピリットの上にあるコアを1個ずつ各プレイヤーのリザーブへ。なんだと。そんなバカな。すげえ。俺の負けだ。ごめんなさいね。バシンのやつ本当に大丈夫かな。バトスピでもやってない限り大丈夫だと思うけど。またいつでも勝負してあげるわよ。すげえなお前。あなた誰。俺バシン突破、バトスピ大好き小学6年生。はいはい、基本的な情報ありがとう。で、さらに知りたいのはここで何してるの。それより俺とバトスピやらない。多分俺が勝っちゃうけどさ。人の話を聞く耳は持たないタイプみたいね。言っておくけど、ここは関係者以外立ち入り禁止よ。そうそう、ここは立ち入り禁止です。君たち、そこで何をしているんだい。まずい。ちょっと、こら、待ちなさい。
ちょっと。ここまで来れば大丈夫だ。あのね、どうして私まで逃げなきゃなんないのよ。お前もマイサンシャインに会いに来たんじゃないの？は？何言ってんの？ごめん、そっちは違うのか。でも俺は早いとこマイサンシャイン探さないと。しょうがないわね。私のサインが欲しいならあげるから早く会場へ戻りなさい。サイン？別にお前のサインはいらないよ。マイサンシャインのなら欲しいけど。しまった。もちろん私のじゃなくて、私が代わりにサインをもらってきてあげるって意味よ。お前ひょっとしてマイサンシャインの友達なのか？まあそんなところね。なんだ、関係者なら逃げる必要なんてないじゃん。さっきからそう言ってるでしょ。だったらマイサンシャインに言ってくれよ。早くコンサート始めてくれって。どんな理由があんのか知らないけど、みんな楽しみに待ってんだ。それを自分のわがままで遅らせたり中止したりするのは良くないって。あんたなんかに何がわかるの？何？毎日朝から夜までずっと仕事仕事仕事、こういう時間に抜け出さないと大好きなバトスピをしに行く時間だってないのよ。しまった。マイサンシャインもバトスピ好きなのか？そう、マイサンシャインもバトスピ大好きなの。それは嬉しいな。けどだからってマイサンシャインのことが大好きで集まってる大勢のファンを悲しませちゃいけない。なんかムカつく。いいわ、バトスピで勝負してあげる。望むところだ。